おはようございます。釣り子 TV です。これ、レイドジャパンの2ウェイがね、半分にちぎれちゃったやつ。で、この真ん中のポッコリがある、頭のある沈む虫みたいな感じでね。これで、魚を釣ることができたので、まずはこちらをご覧ください。よし。来たよ。タチがついてたね。よいしょ。おい。あは小さいけど。はい。よいしょ。ガバって出たね。はーい。ツーウェイビッグの半分にカットしたね。沈む虫チューンにして、食ってきましたよ。サイズはね、小さいけどもガバってね、いい感じで出てくれたね。で、タックルはクリッタースティックティム、このやつにルビアス。で、これね、ちょっと取って逃がしたら見せますね。はーい。はい、サンキュー。で、ルアーなんですけども、こういう感じで、ビッグ2ウェイをですね、半分にカットして沈む虫にして、そんで、LD マスターね、につけて、これで、まあなんだろう、毛を生やした芋みたいな感じの、ね、そんな使い方。今のはね、トップウォーターみたいに水面でドッグウォークさせて、寄せて、そしたらね、スパーンって吸い込んでくれましたね。じゃあね、いろんな使い方さらにやってみたいと思います。ビッグ2ウェイ。よっしゃ。おー、来たよ。よいしょ。ふい。いやー、ありがとう。ここのね、こっち側にいたやつが徐々に餌探してこっちに行ったんで、あのブッシュの中に隠して置いといたら、見つけ次第パクッ。はーい、ビッグ2ウェイをスモールにしたやつね、半分にちぎったやつで、沈む虫パターン。引き続きですね、クリッタースティックにルビアスの組み合わせでがっつりね。いやー、楽しいね、こういう釣りもね。うわー、いいとこかかってる。こんな感じで。はい、ありがとう。おーおーおお、ごめんごめん。ブッシュに戻っていきました。そんでルアーはね、ツーウェイの半分カットして、このね、頭のところちょっとね、残したやつね、これね、頭あるビッグツーウェイをちぎったやつ、これをね、イモムシみたいな感じで置いておいたら食いました。じゃあどんどん狙っていきます。よっしゃ、食った。遠距離で食いましたよ。ちょっと待ってね、バラしたくないな、これ。行けっかな。よいしょ、よいしょ、よいしょ。すごいサイズ。おい、よいしょ。はーい、ちょっとね、長いの釣れましたよ。ねえ、これ、見えるかな。
ビッグツーウェイの半分にカットした沈む虫仕様、これをね、回遊してるバスが通るであろうところに置いて、でこのねバスが下ってきたんですけど、それと並走させてもごもごしてたらもう躊躇なく食ってくれました。いやー綺麗なバス。そんでね、道具はクリッタースティックにルビアスに P ラインこの組み合わせで、あーすげーとっかかってる。はい、こんな感じなんですけども、すんごい飛ぶから、遠くで見つけたバスに前もってね、こういうルアーを仕込んでおく、そんな展開の時にすごいいいかなって思いました。じゃあね、こいつは逃がしてあげます。イエーイ。はい、というわけでね、あうまいことスポって口に吸い込まれてくれたんですけども、これね、まあ本来はこういうルアーですよね、ツーウェイなんで、でビッグツーウェイってことで、でこうちぎれちゃったね、まあ自分でちぎったっていうのもあるんですけども、それでね、ほんと微妙な差なんですけども、このね頭のある状態とない状態で微妙に重さが変わるのと微妙にアピールが変わるっていうのがあるんで、ちょっとね覚えといてほしいななんて思ったんですけども、例えば今ねこれ重さ測れるように準備したんですけど、頭がない方が 3.8g ね、で頭のある方が 4.2g、 ほんとねちょっとした差なんですけども、例えばベイトで投げるのかスピニングで投げるのかとかね、ほんとね細かいとこなんですけども、重さが変わってくるよっていうところと、あとはねこの頭のある虫の方がまあほんと気持ち長くなってる分、使えるフックサイズがワンサイズ大きくできるっていうことで、例えばベイトフィネスとか大きめのバスがよく見えていて、針をね太軸でちょっといい大きめの針を使いたいななんていう時は、こっちの頭アルムシを例えば使って、でマス針チョン掛けなんかにもねここしやすいよなって思うんですけども、でこっちはこのコンパクトシルエットに、ね、なることによって、まあより細軸でちょっと例えば刺さりのいい針をつけて、スピニングで、まあでもこの重さがあるんで、そうですね、ウルトラライトとかだとちょっと針かけらんないかもしれないので、ミディアムぐらいまでのねミディアムライトとかエルパワーとか、まあそこら辺のやつで細軸の針でスピニング仕様で使ったりとか、そんな感じでこういろいろ楽しめるんじゃないかななんていうふうに思うんですけども、何にしてもね今通常の一番最初に出たツーウェイでビッグツーウェイ、そして結構巨大なマグナムツーウェイってね、3サイズにもなってますんでね、まあそこら辺で何個かずつボックスに入れておいて、あとはまあ現場でちぎったりとかね、まあやっぱ伸ばしたいなって時は案外ターボライターでジュッてやったら元に戻したりもできますんでね、そんな感じでいろいろと使ってみて、その時のバスの状況に合わせてなんかルアー遊び楽しんでみたらいかがかなということでね、こういう状態で釣れたので動画にまとめてみようと思ってカメラを回し出しております。はい、引き続いてねタックルの説明なんですけど、今回ねスピニングで使ってみました。こんな感じのタックルなんですけども、ティムクのですねクリッタースティックって野良ネズミとかを快適に扱えるよっていうですね、スピニングロッドですね、それにダイワのルビアスね、この組み合わせで PE ラインのね 0.85 をね巻いてあるんですけども、まあこのまんま野良ネズミなんかもね使ったりできちゃうよっていう感じで、でこういう感じで少しね大きめの沈む虫なんで、少しパワーのあるスピニングの方がいいかなと思ってね、これでやったらフッキングがね、決まってくれたなっていうところと、針はですねこのガマカツの LD マスターね、一番サイズがちょうど、ぴったり頭のある虫には合うのかなっていうところで、こんな感じのね、バランスになりますね。で LD マスターね、この愛が少し大きめに作られているので、例えばプラグなんかを投げていてスナップをひょっとねこれに付け替えたりとかがしやすいんで、
で形も結構ね好きな形なんで使っておりますが、あ気持ちね、あの太軸なんですけどもフッ素加工しているからスパンと刺さるっていう印象があるので、まあこういった沈む虫で少しややこしいところなんかに投げる時なんかもね安心して投げれるんじゃないかなと思って、こんなね組み合わせでやってみております。で今ねこれリーダー巻いちゃってるんですけども、基本はあの PE 直結で使うことが多くて、でまあ結び直しの回数をその分多めにしてね、ちょっと毛羽だったりしてきたらすぐ切って結び直してっていう感じ。まあ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 、このねフリッタースティック、あ、ちょっとしたプラグからね、まあもちろん野良ネズミからね、あこういうウルトラライトじゃない1個上のやつを快適にね、重さ的にね少し、うん、ちょっとボリューム感のあるもの、投げてしっかりアクションさせて、そんでボヨンボヨンね、やって食わせるとか、あとはスモラバなんかも、スモラバって結構ねあのウルトラライトよりもちょっと針の線形が太かったりするじゃないですか。そういうのをねカシッとかける時なんかも使いやすいので、結構最近お気に入りで使ってみております。というわけで、本日の釣り子 TV はこちら、レイドジャパンのビッグツーウェイの半分にちぎった頭のある、沈む虫、これでねいいバスが釣れてって、こういった動画でした。はい、釣り子 TV でした。